おはようございます。ヒガです。10月24日木曜日の朝です。スタンディングを開始して221日となりました。天気は雨です。今日は雨で朝のスタンディングは中止をしました。午後からはスタンディングができるんではないかと思います。天気が悪いので、電話、ネットの活用で山川仁、令和新選組を応援していきたいと思います。嬉しいニュースがあります。令和新選組を応援する創価学会関係者がまた1人増えて、合計270人となりました。おめでとうございます。パチ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 。それではコメントを紹介します。私のサブチャンネルである木型公演創価学会からのコメントです。私は創価学会や公明党と無縁ですが、もし公明党が本当に福祉と平和の党として国会で自民に累従せず、ブレずに主張を続けていたら、きっと創価学会に関心を持つ国民が増えたのではないかと思います。現実はその逆。公明党の堕落ぶりが支持母体の創価学会の悪行になっている。以前から選挙になると、選挙の時だけかつての知人から公明党への投票を求める電話がかかってきた。私はその度に言葉を濁してきたが、今後は逆に令和に投票することを説得することにしよう。ありがとうございます。コメントありがとうございます。逆 F です。F とはフレンズという意味です。創価学会の選挙用語ですが、学会員さんが友達に公明党の依頼をすることを F 活動と言います。その逆が逆 F です。友人が創価学会員に令和新選組を応援することを逆 F と言っています。逆 F をしてくださる令和新選組ファンが増えてきました。これは素晴らしいというか、ワクワクすることです。コメント本当にありがとうございます。そうなんですよ。本当に公明党が平和のため、福祉のために戦っているんだったら、支持母体の創価学会への関心も国民は高まってきているはずなんです。しかし実際はそうではない。そうではないどころか真逆である。公明党福祉の党です。消費税は廃止と叫んでおきながら、自民党のポチとなり、消費税を10%まで上げました。辺野古基地反対と言っておきながら、自民党の小判ザメとなり、辺野古基地賛成をしているのが公明党です。最近ではふざけるな公明党です。自民党でさえも公認できない裏金自民党議員を推薦すると言っているんです。そこにどこにクリーンな公明党があるでしょうか。ただ自民党にくっついて、自民党を応援することによって票がもらえる。つまり公明党が生き残るための存在になっているのが今の公明党ですよ。国民のことを考えたら、とても裏金自民党は応援できるはずはありません。そこに創価学会員さん、気づいてほしいです。ただ上から言われたこと、たとえ裏金自民党議員であっても、応援することが
高専ルフと思っています。呆れ返ります。今一度足元を、自分の足元をしっかり見つめて、足を止めて考えていただきたいと私は願っています。今日山川ひとしは宮古で頑張っています。宮古の方、そして宮古で観光に訪れた方、ぜひ山川ひとしに出会ったら声をかけてください。今日一日頑張っていきます。繋ぐ新たな